はい、どうも、ジャパルのクモでーす。どうも、ジャパルのノブでーす。パソコン操作に困ってる新入社員のみんな、同期に差をつけたくないかい？学生諸君、レポートを早く終わらせて遊びに行きたくないかい？今日はね、クモ先生が作業を早くする魔法の操作を教えちゃうよ。今日の魔法の操作は、ワード編。はい、ではこちらの編集用のワードファイルを使って実際に魔法の操作紹介していきます。で、最初に紹介するのは、一番多く使うかなっていう、切り取り、コピー、貼り付けを紹介していきます。まず切り取りです。こちらのこんばんはノブですっていう挨拶があると思うんですけど、こちらを切り取って、例えばクモですの挨拶の下に入れたいっていう時は、このように切り取りたい文章を選択していただいて、コントロールボタンと X ボタンを押すと、このように切り取ることができます。そして貼り付けたいところにカーソルを当てていただいて、コントロールボタンと V ボタンを押すと貼り付けができます。そして、この例えばこんばんはノブですっていう挨拶も増やしたいって時は、このように文章を選択していただいて、コントロールボタンと C を押すとコピーができます。そして貼り付けたいところにカーソルを当てていただいて、コントロールボタンと V ボタンを押すと貼り付けがこのように何回もできます。で、例えばこのように貼り付けすぎちゃったっていうときに、戻る、この辺を選択して、消すこともできるんですけど、戻ることができます。それはコントロールボタンと Z ボタンを押すことで、直前の操作を戻すことがこのようにできます。で、このように戻しすぎちゃったなっていう時は、その戻る操作を取り消すことができます。それはコントロールボタンと Y ボタンを押すと、戻した操作を一個ずつこのように進めることができます。はい、で、続いて文字の編集を紹介いたします。例えばこのようにタイトル、ジャパルのメンバー紹介っていうタイトルがあると思うんですけど、これを強調したいなって思うときに、強調する方法としては、大体3つぐらいあります。それは太字と斜体と下線っていうのがあります。まず太字から説明していきます。まずこのタイトルを強調するときに太字使いたいというときには、コントロールボタンとこちらの B ボタンを押すことで太字にすることができます。で、もう一度コントロールボタンと B ボタンを押すことで、このように解除することができます。で、続いて斜体です。斜体はコントロールボタンと I ボタンを押すことで、このように文字を傾けることができます。で、同様にもう一度コントロールボタンと I ボタンを押すと解除されます。で、最後に下線ですね。下線はコントロールボタンとこちら U ボタンを押すことで文字に下線を引くことができます。で、もう一度コントロールボタンと U ボタンを押すと解除することができます。あと強調する方法としては、文字のサイズを大きくすることなんですけど、例えばコントロールボタンとこちらの括弧ボタンですね、2つあると思うんですけど、カッコの、この終わりの方を押すと、このように1ポンドずつ文字を大きくすることができます。で、同様に、この初めの方のカッコをコントロールボタンと一緒に押すことで、このように1ポンドずつ小さくすることができます。あとは、テキストの中央揃えとか左揃えとかができるんですけど、例えばこのタイトルを中央揃えしたいとき、それはコントロールボタンと E ボタンですねを押すことで中央に文字を持ってくることができます。そしてコントロールボタンと R ボタンを押すと右揃え、そしてコントロールボタンと L ボタンを押すと先ほどのと同じく左揃えにすることができます。そして、あと便利な機能としては、ハイパーリンクの設定ですね。例
例えば、まあ、このジャパルのリンクっていう今文字を打っているんですけど、これに対してハイパーリンクを設定するときは、まあ、このように文字を選択していただいて、コントロールボタンと K ボタンを押します。で、そうするとこちらにアドレスを設定することができるんですけど、例えばジャパルのホームページがこのようにあるんですけど、あ、 YouTube のトップがですね、があるんですけど、こちらのアドレスをコントロールボタンと C ボタンでコピーします。そして先ほどのワードファイルのこちらにアドレスをコントロールと V ボタンで貼り付けして OK を押すと、まあ、このようにリンクになります。まあ、その状態でコントロールボタンとあと1回クリックですね、をすると先ほどと同様にジャパルの YouTube のトップ側にこのように遷移することができます。で、ちょうど今、まあ、こう流れているのが、もうちょっとですかね、この今説明用に使っているこの Surface Book の紹介の動画になりますので、皆さん見ていただけると嬉しいです。で、あとは使う機能としては検索機能ですね。コントロールボタンと F ボタンを押すことで、まあ、このようにナビゲーションのウィンドウがこちらに出てきます。で、こちらに例えば、こんばんはって打つと、まあ、このように検索することができて、まあ、何個あるかとかここに結果が出ます。あとは置換ですかね。例えば今検索したこのこんばんはがあると思うんですけど、コントロールボタンと H ボタンを押すことで、まあ、置換のウィンドウがこちらに出てきます。例えば挨拶をまあ変えたいなっていう時に、まあ、例えばこんばんはっていうのをまあ上のテキストボックスに入れます。そして、まあ、下のテキストボックスに置換後の文字列、例えばこんにちはで打ちます。そして、まあ、全てを置換っていう風にすると、先ほどのこんばんはの挨拶が全部このようにこんにちはに置換がされます。で、まあ、今よいしょ編集したこちらの文章を保存するときはコントロールボタンと S ボタン、これを押すことでもう保存することができます。これ結構癖をつけてやった方がいいと思いますね。なんか結構パソコンがフリーズしたりとかして、まあデータとかが吹っ飛んで作業時間が無駄になることがもう本当にもったいないので、もうこまめにコントロールボタンと S ボタンを押して、まあこまめに保存することっていうのはまあ癖にした方がいいと思います。で、最後に今編集した文章を印刷して、例えばレポートとして提示するときとかは、コントロールボタンと P ボタンを押すことでこの印刷のウィンドウに行って、まあ、あとは設定とかいじっていただいて、まあ、印刷ボタンを押せば印刷することが可能です。いっぱいあってね、一気には覚えられないかもしれないけど、忘れたらもう一回この動画を参考にしてください。そして便利だと思ったら同期や友達にも紹介してあげてください。以上、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。